まあこれがね、水耕栽培をちょっとやってみてる、水切りざるを下に引いて、今ざるが上にあるんだけど、でバーミキュライト引いて、でまあ種まいただけなんですけど、ちょっとピントがね合わないんですけど、これがエゴマね。エゴマがあって、あと春菊がこれね、このチリチリってなってるのは春菊ね。で、こっちの方はレタスと、なんだ、ビートね、赤いやつが、ちょっとあるでしょ。で、こっち中華ミックスね。んでね、こっちに、あんのが暗いな、おい。これがトマトのレジナを茎切って、これで、こう穴開けて刺してあるだけなんですよ、こうやって。で、中はこう液肥がこうなってるわけね。こういうふうにかぶしてあるわけね。で、これの裏は、根が出てるでしょ、こうやって。わかる？ね、で、これこうやってやってるらどうなるかなと思って、今やっとるわけですわ。